モビルスーツ部隊沈黙。あとはザコだけです。やれやれ、敵さんのザクなんかよりこのジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると、一つの戦いは終わった。戦士たちは互いの無事を喜び合い、生きていることに感謝する。しかしその陰で多くの敵が死んでいったことを悲しむ。だから奴は来たのかもしれない。死んだ者たちの魂の叫びに応え、2時の方向から出現。友軍を攻撃しながらこちらに接近してきます。ジムパイロットの皆さんは各機独自の判断で応戦してください。おいおい、勘弁してちょうだいよ。なんなのよそのいい加減な命令は。来た、あれはジムじゃないか。なぜ早い、とても人間が操縦してるとは思えない。やるしかねっか。
シントラブルか。何にしても助かったぜ。危なかったな、ユウ。戦場には2種類の人間しかいない。死んでしまった者とこれから死ぬ者だ。そのどちらも嫌なら戦場に足を踏み入れてはいけない。だがすでに青き死神に目をつけられたユウに、鉄の馬を降り銃を捨てることは許されない。演習中のジムの各機パイロットに緊急命令です。あなた方がいるポイントより東方3キロの地点でギャロップを中核とする敵機動部隊を偵察中の D-107 が発見。プライマンタ隊により上空から爆撃を加えましたが、ギャロップの足を止めただけで破壊するには至りませんでした。敵は護衛のモビルスーツを展開し必死にギャロップの修理を行っている模様。至急現場に向かい敵を殲滅してください。ったく、なんで俺たちがこんな後始末しなきゃなんねんで。フィリップ少尉、文句言わないでください。これもモビルスーツ船のデータ収集のためなんですから。ええー、今夜の印象、あの青いやつの話聞いたかよ。どうもあれは連邦軍がジオンから亡命してきた博士に作らせたニュータイプ用の実験機だったらしい。何ですかニュータイプって。死んでるよ。それにしても仲間を襲うか。やっぱ作ったやつはジオンだよ。敵、索敵エリアに入りました。各機、戦闘準備に入ってください。はいよ。よし、お仕事。
このぐらいの敵に手こずるようじゃジムのありがたみがなくなっちまう。もっともお前みたいに俺やユウの後ろでこそこそやってればどんな戦いも楽勝だろうがよ。自分はそんなつもりじゃ。怒んなよ、ジョークだよ、ジョーク。狩人は言う。狩りは獲物を狩るから楽しいのだと。狩られる側には絶対になりたくないと。もし勇敢な戦士が狩られる立場になってしまったら、彼はいつもと同じく勇敢に戦えるだろうか。攻められる立場になった時、勇たちは戦場で何を感じるのか。いいね、海は。俺はコロニー育ちだからこういうのに憧れちゃうのよ。まあこれがバカンスならもっといいんだけどね。愚痴らないでください。この基地で今までの戦闘データを解析してもらい、ジムの整備も行う。部隊にとってこれも重要な任務ですよ。やだやだ。
Thank you.